おお。やっぱさ、今まで全然振ってなかった、今の。そうだね。そう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 。そういうこと、あんな感じ。マジでスピード上がった。うん。うん、ああ、いいですね。はいはい、だからフェース、さっきやったフェースをやっぱりこう遊ばせないっていうのはこう、そう、すごく大事だから、体向く、そのもうちっちゃくてもいいからその練習しといてほしいんですよね。はいはいはい、足上がっていいんですよね。あ、足上がっていいです、もちろん、ね、左足上がってタイミング取るっていうのは全然いいと思います。うん、野球選手なので、はい、なんかもっと振ってほしい。なんか今はどのぐらいで振ってます？6、7。え、6、7で、はいはい、もっと振ったらもっと飛ぶのに、うん、確かに今抑えてるから。あ、まあ、左打ちだからね、そもそもでも振りたい、振りたい。いや、でもそういうことです、本当に振れると思います。右でも全然、左でもね。なんかポイントありますか？まあ、ゴルフの足の使い方として極端に言うと、もう上がって沈んでまた上がってっていう振り方なの。これ上下していくようなイメージかな。構えた位置から上がって沈んで上がってっていう。全然ない、野球では。このまま振れてたら多分こんなもんしか振れないっていうか、感覚としては。だけど足使ってほしいから、そのこういう上下の感覚は欲しいわけ。こういうイメージ、若干じゃないと振る感覚にはなってこないかもしれない。一回素振りしてみよう、大げさにさ。でもゴルフで足使うっていうのは必須だから。まあ振るっていうか感覚はね、そうそう。でも一回伸び上がって沈んで伸び上がるみたいな、極端に練習なんで。あー、 OKOKOK。もっと瞬発的に、あ、起きないとダメ。 OK 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 OK、 そう。あ、だからもう一個アドバイスするとしたらさ、めっちゃ振れてる振れてるよね、こんな振ったことない。そう、もう一個アドバイスするとしたら、上げてかかと上げるってさっき言ったけど、はい、踏んで今度左膝を思いっきり伸ばしていって、わ、今割れてる、こうなんかこうやって、うん、じゃなくて、あの大げさなポイントだから、こうやって伸ばしていく感じ。はい、いい？ちょっともう一回やってみよう。おう、はい、おー、いいね。ほい、振るだけだったらね、うん、うん、いいね、すごいじゃんすごい、さすがやね。飲み込みがやっぱりすごい、早すぎ。え、打っていいですか？もうどこ行ってもいいから、まあ、振るってことだけの講座だね、うん、さっきの振りで。はい、あ、いいよ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 。だから沈みすぎてる時にインパクトを迎えちゃってるから、タイミング的に。お、いいよいいよ、もう一回。あ、振ってますね。いいよ、じゃあもう一回いくよ。構えて10センチぐらいこうフェース上げて、クラブフェース、そうそう、もうちょっと、うん、これで素振りしてみこう、いこう、素振り、はい、もう一回、はい、で左膝伸ばしていく、そう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 、足左膝伸ばしていく、伸びる、トレーニングみたいですね。いい、じゃあ打ってみようか。いいよいいよ、もう一球。やっぱ球の行方意識しちゃダメだよね。そうですね、はいはいはい、あ、67、すごい、ボール速度は出てるね。はい、お、めちゃめちゃ良くなってきてる。いいよ、67、いいよいいよ、でも触れてきてるね。おお、なんかめちゃめちゃ触れてきてるね。別人、別人、そうね、68。まだトップ力入ってるけどね、もう一回行こう。なるほど、まだねトップまではもう
ホッケー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 ってもう本当に優しくそーっと上げてってで急に怒り出すみたいな感じそう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 いうことそんな感じそうイメージできればいいよもうとにかく急に怒り出してめちゃくちゃ優しいのに引っかかって優しくもうすごい優しいじゃんイメージいいよ正解していいよいいよ全然大丈夫ですよめっちゃいいイメージじゃん、うん、優しく優しくそーっとしてあげてお、でもそういうことです。俺69いっちゃったよ。69出た。惜しい。振り方はそれだね。そう、はい。この力感？そうです。まあその力感でも全然 OK です。あとここにちゃんと当たれば。当たれば。なんか出そう。OK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 。全然で大丈夫です。いや、65で終わるっていうことはない。だから気をつけたいのは、うん、飛ばそうと思って、まあ、いきなり怒り出すんじゃなくて、最初優しく優しくどれだけ優しくできるかだからしかも丁寧にねちゃんとやりたい動きを優しく丁寧にこう上げていくってことね、うん、そこからもう怒り出す怒りはいはいはいうおーいいねうおーいいね出してるとこがそう言われたことをやってきてここまで育ってきたから、うん、やばい素晴らしいよなんか振った方がちゃんと当たる振った方が振った方が当たるそれよくそうだからよく言うよね、うん、いいスイングになればまあ例えばあいいよ構えていいよこうやって上げてたら振ったらどこ行くか分かんないよ分かんないだって戻すことが必要なんだもん、はい、分かります今までがそう振るってよりもこれを戻さないとダメだから、はい、触れててもこの戻す作業も絶対入ってくるよね、はい、でも今はこれで打てって言われたら打てるじゃん、はい、振れば、はい、こうやって、うん、だから考えることがなくなってるわけ、うん、だからあ振れば当たるなみたいな打った方が当たるなみたいな合わせなくていいじゃんっていうのは全てそこにあるかもしれない、はいうん、ここに戻すそう途中で怒る途中振るときはねあはいはいいいですよいいですよでもめっちゃ早いねやっぱりいや早いね本気出して、うん、怒ったらヘッドスピードがやっぱ早いよ早いよおおでも上がってるねやっぱり出ないな今のも若干当たりは悪いからねうんこれで芯当たってほしいな一回そうですねわうんうんうんいいよ構えて上げてってはいで一回沈んで屈伸してそうで左膝を伸ばしていく OK 屈伸して左膝を伸ばして T の高さ平気ちょっとは高くしようか。あ、惜しい。うわー、でも早いね。69だからね。うん、65だったのに。4上がって。フレーク振ってるからね、だって。まあ、さっきより。あ、確かにね。これでじゃあ優しく振ってみて、軽く普通に。6割ぐらいで。おー、いいね。おやっぱさ今まで全然振ってなかったね、うん、今のそうだね、うん、怒ったよ70いけ怒った怒ってやっぱ69いったそうそうそう怒ってほしいやっぱすごい、うん、すごいよすっごい振れてる全然違うもんうわあ。いやいいねうんいいと思うマジでスピード上がった。うん。いいと思う。そう。沈んで
いい、ドリルとしては沈んだでしょ、ちょっとやめて、やめて、やめて、沈んで、ここから伸ばしていくんだよ、イメージは。沈んでから伸ばしていく、そうそう、うお、惜しい惜しい、けどいい球だった、ねえ、めっちゃ結構当たったんじゃない、めっちゃ当たった、うおお、これ多分結構いってると思う、うん、あ、うん、まだトップで結構力入るね、あの温厚な温厚な僕です、まずはそこから一気に怒って、おお、いいんじゃない、だいぶ平均のスピードが上がってきた、そうそうそう、だからどれだけ力を瞬間的に出せるかだから、温厚な自分で一気に怒ってまた優しくなってほしい、すぐ、お、優しく優しく優しく、そう、そんな感じ、わかる、だから打った後はもう優しくもうふわってなってる感じで上げてって、ふわ、うわ、ふわ、うわ、やばい、だってもう10キロ違うもん。え、でも全然慣れると思う。うん、あの振りをマスターすれば。そう。だから戻そうっていうのはまずないから。うん、消えました、その感覚。消えた？だいぶこの感覚で。あとはそのどこまでもう屈伸してるから、極端な話ここで上げて沈んで沈んでまたすぐ上がって上がって、うん、イメージはどうします、野球でその打ち方なってたら僕使ってもらえるかな、それだったらどうかな、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、なんか見たことのない怒り爆発見ました、いつも温厚なのになんか初めてブチ切れたとこ見たしかも4もボール速度上げるなんて思ってなかったから、え、続けてったらもう全然もっともっと距離出ると思います、はい、どうでしたか、いやもう新鮮なことばっかり、野球と逆のこともあったし、もし野球で癖ってこれ共通すると思うから、うんうんうん、はい、見てる野球出身の方には通じるのかなと思います、あ、確かに、はい、まあ、今日習ったことをちょっと活かして続けてみて、はいはい、まあ、もっともっと飛距離アップ目指していってください、頑張ります、はい、お疲れ様でした、ありがとうございまし た, ました、この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします、立岡選手の応援もよろしくお願いします。お願いします。それではチェキラー。